さてと、春江さんの続きをじゃあやっていこうと思います。どうなっていくんですかね。面白い話気になりますな。ああ、一人になってんのか。うん。あるな。あ、もう、ああ、反応はなくなっちゃうのか。うん。砂嵐か。さーってやつね。ん？これか。一応他には何もないかな。じゃあ、うん、いや、読みましょうよ新聞。うん、どうしよっか。いや、まあ、経済あたり。ん？どうした？うん。戦後の高度経済成長もピークを過ぎて、多くの大企業が安定して台頭する時代。うん。1ドル220から30。ああ。時代ですかね。うん、白石道夫か。経済を攻めてみる。うん、マイホームか。一戸建てマンションが増えていく。うん。ああ、テレビ欄、テレビ欄でもちょっと気になるな。どういう番組やってんだろうな。うん、世の中の情報の全てがテレビを中心に回っている。ああ、そうだ。うん、テレビ欄。漫才ブーム終わった。あー、そういう時代か。うん、教育、社会。うん、都市郊外。うん、あー、大気汚染か。なんかオゾン層破壊とか、なんかちょっと前にありましたね。ああ、高化学スモッグね。排気ガスよく聞きますよね、この辺は。うん、警察官の、あれか。うん、あ、そうか、警察の関係者っていうことは堤さんたちとかとなんかあんのかね、そういえば。うん、青少女、あー、これもそうだね。投身自殺。ん？あれ？どうした？あ！そっか、あー、そうか。いや、なんか時間軸的にあれだったか。いや、まだ生きてる時のあれかなって思っちゃった。いや、でもそんなことないか。え、でも京本が殺されるって言ってたんだよね。うん、
やっこちゃんが救いたかった子で、でもなんか京本は殺されるって言ってたし、鍵を握ってるんじゃないかと。カルエさんは、なんか変な繋がり方。一応全部見とくか。教育とかね。ナメドリ。新人類。教育。段階の世代ね。考える。今日のうち。いや、ちょっと待って、もしかして、あの、呪詛玉って、死後、なんか、あるってあれなのか？電話。かけてみます？あ、そっか、なんか、てっきりまだ生きてる時の話だと思っちゃった。2時か、だいぶ夜も更けてまいりましたな。駒形橋似合うな、この男は。あ、ベルトがいいですね。あと、まず考えてみる。こいつは能力者っていうか持ってんのかね。こういうとことかにない猫。隅田川。国境。お願いだから返して。異世界。明暦。なんだ。異世界に渦巻く汚れや魑魅魍魎の類。ほう。現世に現れないようにする。ほう。あの世に近い場所。
ギリギリおかしくない。考察。隅田川。東京の東部を流れて東京湾に注ぐ荒川水系の一級河川。江戸時代には城下建築を支える材木運送の要であるとともに、須田堤は花見や川遊びなど庶民にとっての行楽の場であり、多くの錦絵にそのにぎわいの様子が描かれている。現在こそ改善されているが、戦後には生活排水や工業排水による悪影響に悩まされた時期もあった。隅田川には両国橋や狭間橋をはじめ、デザインの異なる橋が多く架けられているのが特徴で、観光スポットとして訪れる人も多い。また、夏の花火大会は欠かせない風物詩となっている。都市の発展に川の存在が欠かせないものだが、江戸から東京へと共に寄り添ってきた隅田川のその情緒あふれる風情は、多くの文人墨客を刺激し、様々な文学作等の舞台になっている。ああ、確かに。うん。周囲。ん？駒形橋。隅田川に架かる橋の一つ。竣工は1927年、関東大震災後の復興事業において、当時最先端の建築技術が用いられ、デザインとしてもアーチが特徴的な外観となっている。隅田川には多くの橋梁が存在するが、それぞれ異なる構造形式とデザインが用いられている。うん。まあ、話してねえかな、まだ。川に何かある？いや、なんか、誰かいねえかなって。ん？聞いてみましょう。うん。何人か。あ、2ブロック。さすが。まあ、見た目があれだもんね。目立つからね。40%。ああ、これは先生だよね。すごいな。不用意だったな。あ、そう、あの女の子よ。うん。はあ。隠れて待つ。ああ。うん。何なんだろうね。後ろ振り返ったらいたんだけど。うん。うん。お、堤さん。うん。結構割れてきたね。誰が持ってるかっていうの。ああ、そうか、そうだよな。
あとはやっこちゃんと大きい江くんとで春江さんでしょ。これで7か。なるほどね。あ、でも学校で一回やられたんだよな。それも言って、プロか。他にも、ここはあんまり動かねえ。ああ、それよね。これはさすがに。これな、一緒にいたのはでな、あの、ヤンキーの女の子なんよね。呪い殺される。どうなんだろう。ちょっと登場人物、みちおちゃん、見た目的にはどうなんだろう。あー、似てるっちゃ似てんのかな。どうなんだろう。なんか体を変えられる呪いみたいなあんのかな。死者に呪い殺される。何を隠しているか。俺の正直な感想、わかんねえ。あ、美人、ちょっと見てたいな、ずっと。マダムなら分かってたのかもしれない。え、これ、あの、失敗しちゃったかな。もう一つ。20年くらい前、学生だった頃、ずっとずっと汚染がひどくて、うえぇ、行方不明だったクラスメートの左手の一部が、え、これって バラバラのやつだよね。あー、これか。犯人があの、やったのは覚えてるけど、なんでやったのかみたいな。あ、そうそうそう、ねじま事件。あー、だってそうだもんな、元警察だもんな。警察っつうか、
ぬじまふみちか。あ、こんな見た目なんだ。髪長えな。20年以上前にねじま事件と呼ばれる虐殺事件を起こして話題になった男。出てくるのかな。あ、波書きが更新されてる。うん。一流大学に通うエリートコースを歩んでいる学生。実家は地方の名士で、その仕送りで遊んで暮らしている。小さい頃から好きなものを与えられ、何不自由なく育ってきたが、愛情は満足に受けられず、傲慢なお坊ちゃまになってしまった。そんな彼に唯一優しく接してくれたのは、実家のお手伝いさんで、昔一緒に食べたまかないのバターご飯の味が忘れられないらしい。なるほど。ほうき積みって書いてある。そんな話が。ほとんど腐って溶けて流されちゃった。ああ、そういう。誰も探さない場所だった。同じような目にあった子は何人。あるってことか。なるほど。堤さんがだってそう奇跡だったって言ってたもんな。唯一。なんでそんなとこいたんだろう。いや、まあ隅田川ぐらい通るか。取らんぞ俺。こういうところとかに貼ってないシール。あ、これじゃね。フラミンゴ。ナメドリ18。ちょっと見てみようぜ。あ、こうか。これじゃあ俺もよっぽどあれだね、見過ごしてんのかな。これな、そうなんだよ。R スティックで下行くと、こう結構下行っちゃうな。フラミザカンゴヨ。交差点で待つ。あ、これ場所を教えてくれてんだね。遊具が気になる。再び夜の公園。あ、これは優しいっすね。ゴー。変わらず。20年。仮出国。ああ。
全国か。ああ、再びってこと？大事件の犯人がカリスト。だとしたら、ん？なんす？そこらで働いていた職員。ちょっと待って、だって。名前なんつったっけ？あ、清宮誠。うわぁ、これアナグラムとかになってない？よくわかったな。まあ、わからないか、まだ確証はないけど。30キロ、30じゃ効かねえんじゃねえか、あの感じだと。わかるんだ。いいのかこれ。ちょっと反応がみたい。珍しく。行かないとダメ。ああ、あの子か。やっぱりなんとなくそんな気はしたんだが、くそ、合わねえ。美人。この子もそうなのか。話題になってるやつ。友のあやめ。大学生、大学生か。背はあんま向けたくないが。一応ちょっと周りも大丈夫かな。20ぐらい。話聞いてみますか。呪い構造すれば呪詛玉サイコンがたくさん溜まる。友達の、ああそうだね。同じ穴の無地の。
どういう関係なんだろうね。ん？もっと、ああそうだね、奪われたもんね。じゃああれか、堤さんとかと同じルートの、うん、あの3人はだから多分同じルート辿ってんだよね。うん、別行動。細かいことを気にされる。おっと、すごいな、なんで。え、これは何、策略なのか、実は持っててなんか型にはめようとしてないか。話しかけた目的。まあ目立つだろうな。譲ってもらえないかな。あ、口なんだこの子、つかめねえな。友達です、自分のため。でも立ち去ろうとしないな。うん、自分勝手。あ、横顔、有意義か。あー、虎視眈々と狙っていたわけか。全部ゲロっちゃうな、この子。すす変わらずか。最後まで聞いてみようか。え、歴史上の偉人とか。美大で版画を専攻し、浮世絵。あ、え、雪舟とか。うん、あー、江戸時代の庶民たちに好まれた大衆娯楽。うん、あ、北斎か。そうだ、北斎がいたわ。うん、ほう、富嶽三十六景。ああ、確かに北斎か。雪舟ってあれだっけ、水墨画だったっけ。うん、浮世とは違うんか。90、あ、すごい長生きだったんだな。3万、すごいね。すごい。天我をして5年の命を保たしめれば神聖の画稿となるを上し。おお、5年、すごいな。本当に人生のほとんどの時間を費やして書き続けてたんだな。100回の転居。
すげえこの子。なんかブラフな感じするけど、どうなんだろうこの子。葛飾北斎、言わずと知れた浮世絵師の巨匠。1760年生まれ、1849年没。浮世絵の黄金期とされる江戸後期に活躍した一人。本所で生まれ、生涯のほとんどを現在の墨田区周辺で過ごした。同意表作は富岳36景や北斎漫画など。若年より多才を発揮して幅広い範囲で作品を残しており、生涯に制作したその作品の数は3万点を超えると言われる。明治期に入ると浮世絵は衰退していったが、彼の作品はジャポニスムの中心として世界中の芸術家に影響を与えた。北斎本人は高い名声とは裏腹に世間体や金銭に無頓着な人物で、かなり浮世離れした生活を送っていたらしい。有名な北斎の名も数多く名乗った豪の一つにしか過ぎず、晩年には画協老人万次という崇高な号を名乗っている。90歳と長寿であったが、老いてなお創作に意欲的であったという。そんな名前で活動してたんですね。なんか匂うなこの子。どうのあやめ大学生はてな。何垣雄太郎と一緒に行動していた若い女性。葛飾北斎の浮世絵をこよなく愛するがゆえに、蘇りの秘術で葛飾北斎を蘇らせたいと本気で願っている。ここに書かれてる。いやでもそれすらブラフの可能性もあるけど。マイペースだけどちゃっかりした性格で、自分の価値観を何より大切に生きる女子大生。この頃は CM やラジオ番組などで女子大生のタレントが人気を集め、ある種のブームとなっており、何もせずとも女子大生というだけでチヤホヤされているため、利用できるものは何でもうまく利用して自分の利のために生きていこうとしたたかに考えている。最近は少し頭が悪そうな態度を取れば年配の男性から可愛がってもらえるということを学んだ。波垣雄太郎とは街で彼から話しかけられて知り合った。興味はなかったが、実家が金持ちそうなので誘いに応じている。しかし人間的にはそこまで尊敬できなかったため飽き始めている。一緒についてきてたけどって感じだったのかな、あの時も。頑張ってください。あ、そうだ、こっちが成功したらそれを横取りしようっていう。彼女自身は持ってどうなんだろう。まあ手の内は明かさねえか、そう簡単に。持ってたとしても、なるほど、そういう感じでしたか。あ、沖江くんとやったのはこの後だったわけか。さて、というわけで、なるほどな。話がどんどんいろんな人につながってきますね。